皆さん、こんにちは。のぞみです。ゆんです。上光ゆきです。討論カフェはお題についてみんなで語り合う価値観の交換の場です。この番組を聞いている間、ほんの少しだけ余白を持って様々な意見に触れる時間を楽しんでみてください。さて、今回はですね、文章を書くことは必要かというお題で、 ちょっとディスカッションしていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。必要か。どうですか。うん、僕はそんなに書いてないけど。必要だと思う。<laughs> 書いて自分はあんまりしてないけど。うん、必要だと思う。え、してないっていうのはどんぐらいしてない。たまに。ツイッターとかインスタに。確かに、あれも一文。 文章か歌じゃなくて和歌みたいな <laughs> <laughs> そういうゾーンじゃなくて <laughs> 今はそんなに書くことっていうのはほぼないけど大学の時に何千文字とか何万文字の文章を書くじゃないですか、うん、その経験は今でも生きてるなっていうのは思いますねその経験というかその時に学んだこととかいうのは今でも生きてるなって思うから文章を書く まあ必要って言うと難しいですね。まあでもいいことだと思います。その正しいあの言葉を使う、その何だろう、その綺麗な言葉というか伝わりやすい言葉、ちゃんと主語があって述語があってっていうような、綺麗な伝わりやすい言葉を喋る時にはやっぱそういう経験があった方が伝わりやすい言葉に近づくと思うから、うんうん、そういう意味でもやっぱり文章を書くといいことだと思う。 そっかこれだから自分にとってっていうふうに考えた方がいいかもねいったん例えばさ、うん、耳が聞こえない人にとって文章って欠かせないじゃない、はいうん、目でしかさ言葉とかそういうのを認知できないとかなったら、はい、必要ですよねってなるし、はい、自分にとってってなったら回答は変わるのは必要ですねあっそうなのね梅水、うん、君も まあ自分にとってってなると必要だけど、うん、長文はでも書かなくなりましたよねなんか前ブログ書いてました毎日、うん、書いてたんですけど、うん、まあ今しゃべる方が、まあ、ポッドキャストがメインになっちゃったんで、うん、でもブログをそのずっと続けてて文章を書き慣れてた経験があるわけじゃないですかそしたらまあ今で言うとチャット GPT とかに文章を作らせる、うん 変な文章とかやってどうしても出てくるんじゃないですか、うんね、それを検証するのにはやっぱりあ役立ちますよねだから書いててよかったとも思うしインプットっていうか自分がなんか情報を入れる時は読むが一番好きなんで、うん、文章が好きなんですよだからみんな文章を書いてくれって思ってるし、うん、YouTube とかも僕チャット GPT にあれ翻訳させてとか書き起こさせて、えー、文字で見るんですよ、うん あの動画とかの情報量がすごい嫌で、うん、<ー>疲れる <laughs> あの顔とか見たくないとかなってしまうとかあるから、はい、情報量が多いんだ、うん、文章じゃないポッドキャストもあんま聞かないと僕やってますけど <laughs> <laughs>、うん、文字起こしされた方がいいから読む方がいい一番なんかノイズが少ないこの人疲れてるなとかに気づいちゃうってこと いつもと声が違うなとかなんかちょっとイライラしてんのかなとかさ文章はないですねそれが文章はそのよほどその言葉でそのイライラを表現しないと出てこないからかノイズが少ないなっていうのがすごい確かにそれはあるかも、うん、いいけどでもそやっぱ文章書き慣れた人の文章じゃないと何書いてるか分かんないから何が言いたいのってのはやっぱ話した方が早かったりすることってあるじゃないですか、はい、だからんみんなとコミュニケーション取ろうと思ってやっぱ話した方がいいけどその 要は、まあ、まあ記号ですからこの記号を使うスキルが高い人のものであれば喋るよりも書いてほしいって思って感し書くのはのは書くそんな苦手じゃないけど、うん、読むのがマジでで苦手なんですよあそうなんだ、うんすよそうだ私も「<う>私は今ベッドの上で書いている最後の本になるかもしれません」<う>えー、とか言ってその作者のことを調べてしまって本が進まない。<laughs> <laughs> なっく一緒でも自分自身が書くみたいな意味で言うとその要は文脈として整理しやすいから思考の整理にはすごい役立つというか会話だったらなんかみんなで文脈を作っていくし、うん、なんかある種別に全部分かったから単語に反応してちょっと脱線してもよかったりとかいろんな可能性があるけど、はい、一人で展開するにはやっぱり。 一人で何言ってるか分かんなかったり喋りながら自分で自分の単語に引っかかって何かよく分かんない話するとかしてたら、うん、何喋ってんだろうこの人りにな,なるからやっぱ前後関係をやっぱり台本というかある程度こう作って喋りますねポッドキャストでも書いてる、うん、いや重要だと思います私自分のメモみたいなのが後で見て1ミリも分からない <laughs> 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 全部単語なんですよ メモが<ー>こうメモが文章になってないっていうのは結構アウトで150人とか書かれてて「うん、これ何の150だっけ?」とか <laughs> そう例えばね、はい、でも150に受講者がいるとかいう文章だったらうん、うん、多分極端に言うと10年後でも理解できるじゃないですか。でもも文章じゃないものって 結構二十四時間以内に文章にしないと忘れる。うん、これなんだったっけ？それよくあります。俺も。うん、確かに百五十人が何なのかってのはわからない。何が百五十なのか、その百五十人をどうするのかがわかんないですもんね。でも文章。そうそうそう。その百五十って書いた時は、多分私の中でいつもより多いなとかさ、ちょっとこうわかんないけど、この百五十が例えば。 何かの受講者だとしてね私が講義をする受講者だとして 2>,、はい、2つに分けたいって思っててももう150しか情報がないんですよ 2>, <laughs> 2つに分けたいの方が重要じゃないですかそれは文章だったら絶対残る今回は150名と聞いたが2つにできれば分けたいっていう文章だったら絶対残るのに、うん、そういう文章を残せないんですよそれでもさ その例えば商談とかで話しながら文章を書くのってやっぱハードル高いなと思うんですけど目もあ後から見返したらもういけるんでしょその後からっていうのは1時間後とかに見返したら意味わかるんでしょまだ記憶があるからそうそうそう記憶があるうちに短期記憶みたいなのが生きてるうちにもうその文章にまとめないといけないみたいな話じゃなくて。 メモの取り方みたいなやっやぱ難しいいじゃないですか確かにでもその商談とかそう人と話して終わるじゃないですか、うん、終わったーってなって結構放置しちゃうんですよね。うんうん <laughs> <laughs> なるほどだから文章で書いておけば多少放置しても、うん、どっちかよねいやでもそ,それなんですよやっぱ保存がきくから、うんうん、そこがやっぱ書くことが必要と思う一番の理由で、ね、保存がきくんですよねその さっき言った前後関係とか全体の関係性みたいなものが記録として残っていて後から見返しても同じように書いてあるみたいな録音とかしてもまあそれが5分とかだったので聞き直してもいいけど1時間半のものとか例えば録音1時間半もう一回使いますまあ倍速にしたとしても40で何分みたいな使いますかみたいないやだなってなる。それはあるね。でも今それはテクノロジーで解決できないんですかね 録音したものを文字起こししてそれを要よ,ようやく,して,くしてっていう。私でも前回の打ち合わせ全部聞いてたりします。<laughs> ね、録音を <laughs> あ、うん、動画は見ないけど耳で流してる。文字じゃ無理だな自分は。うん、だ書き起こしたらやっぱなんだろうなすごい特に会議とかだとすごい情報量になるからやっぱそれを最後議事録というかそのちゃんとした。 要点が何なのかとか何が決まったのかとか、次のアクションは何なのかとか整理されてると一分でもう終わるけど一時間半もう一回経験してると何回も会議してるみたいな、うん。<laughs> いやもっとそうだね。だ文章がパッと浮かばないのかもしれないなと思います、ね。作り慣れてないから。確かにねその文章そうですね、うん、書くの苦手な人って書きたいことはあるけど。うん こう書きたいことと、その書かれてることは違ったりしますもんね。そうなんですよ。よ、うん、それもでも。たくさん書いて、慣れるしかない。ですかね。ねうん、いや、うん、もう訓練だと思う。うん、うん。ただ、自分が浮かんだことが、言語で浮かびます。なんからね、映像で浮かぶんだよね、<や>私。うまく言語化できない時はありますよ。どうやって浮かんでるの、最初に。どうやって浮かんでるんだろう。浮かんでる?。 浮かんでる<何>。浮かんでなかったら行っていきないじゃん <laughs> 何か浮かんで。<laughs> あ、でも言語化は、最初から言語化されてるわけではないですね。言語化しようっていう癖づいてるところはあるから、うん、それを少しずつ時間かけて、あれはどういうことだっていうのを考えて、だんだん言語化されていくって感じ。いや、それは例えば身体的にもやじゃないけど、なんか、はい、うっとかなって、それが言語になっていくの ううってなるののが多分一番最初の反応だと思うんですようん、うん、でそれを何,何で「うっ」てなったのかなみたいな、うん、あの行動が気持ち悪いんだとか、うん、いうのがだんだん言語化されていくって感じですね。あ、うん、私先にそれをえ映像をえってか映像で浮かびやすいのかも自分は。 例えば自分が空にこもってる映像みたいなの浮かんでるんだけど、はい、この状態をどう言語で伝えたらいいかわかんないとかはある。そういう人いますよね。あ、いやえ、いやいやみんなそうだと思ってた。僕の周りに何人かいるんですよ。うんうん、あのすごい少数派なんですけど、うん、あの,えそうなの例えば料理を食べたら、うん、自分が水の中でバランスボールに乗って浮いていくイメージとかの映像が最初に浮かんだんですみたいなことを言ったりとかして、何を言ってんだろうとか思うの。<laughs> ででででも映像かぶってそそううういここととすすよね要は見たものの映像じゃなくて別の想像された映像みたいな感じられた映像がムービーが生成されるってことその感じあんまないでしょないいやまれにまれにあるかもしれないですけどそれはよくあるわけではないですね何かをするたびに映像に変換されていくって感じだから文章にすると膨大すぎて。 私今このファンの味香ばしくてすっごい麦畑が浮かんできたこれもしかしてあオリーブの,あのちっちゃい丸いやつが浮かんできてあオリーブオイルかけると美味しいかもみたいなもう先に映像って感じ全部<ー>ええー、うんでそれを文章にしようとするとそれを言語化しちゃう可能性があるってことでしょ それを言語化しても意味がなくて<味>どっちかというと <laughs> そ,れのその映像の先にじゃあもう一回戻ってきてみたいなつまり香ばしさのところを書かないといけないなとかえとバターが何とかとかオリーブが何とかだってことを過剰書きでメモしないといけないのになんか <laughs> <laughs> 今思ったんですけど。うん あの言語化しなきゃいけない文章にしなきゃいけないとこがどこなのかが分かってませんね、今も。ですよね、だから最初の撮る映像が、まず誰も経験してない映像、一人で飛んでる映像だから、それを言語化しちゃうとまずい,、うん、まずいというか、うん、あんまり意味がないから、大変ですね。そこに行かないんですよ、僕、もうそこで分からないけど、うってなったと、なんか感じた言語です、もの映像に変換一回されないから、うん、多分その大変さが多分少ないだと思う。 うか映像の中でどこを文章にすべきかってことが分かれば意外に文章化が苦手なんじゃなくて何を文章にすべきかの選択が苦手なのかもしれない。だから語学が徹底的に映像でねなんか感じるとか考える人っていうのがいっているっていうのはねなんか最近分かってきたんで。 それを踏まえて、うん、その最初に戻るけど、その文章を書くことは必要、まあ、必要というか、うん、文章を書くことは大事なことだと思いますかうん。これちょっと、一つ条件があって。はい。<laughs> いきなり条件からさ。<laughs> <laughs> 時間がない中では必要。い <laughs> はい。でも本当に莫大な時間があるなら、はい、その一つだけを映画化するとかの方が、 やりたい楽しそうあーなるほどね自分が思い浮かぶ映像の中のこのワンシーンだけ映画で残すの方が自分にとって面白そうとか意味がありそうみたいなでも誰かとコミュニケーション取るためとか時間がない中でやるとかなったら絶対文章がいいと思った、うん、映像を映像として残すっていうのもあり映像作るのはもうめっちゃ時間かかるから文章ってね すごい短い時間できるっていうのが大きなメリットではありますねまさに合理的というか効率的やけ、うんうん、その効率が必要な場では絶対文章が必要だと思うけど、うん、そんなの一切無視するなら私のこの頭の中をちょっと映像化して <laughs> 皆さんにお見せしてみますねまあでも今は生成 AI とかで動画作れるから簡単にちょっと単語を並べるだけでだからそういう意味では この会議で感じたことを動画にしようっつって30秒のムービーにするとか簡単にできるんだけど仕事とかになると。 ププロンプトを入れるのに、うん、やっぱり言語いるけどそんな長文で打たなくても<ー>単語でいいんだよ爽やかな朝何とかかんとかって単語のられッでいけるから、はい、パン小麦オリーブオイルで出てきたのに対してもう一回ってやっていけ,ばいけるから意外と文章として書けなくてもああいう AI を使ってっていうのはいけると思うんですけど一方でその。 仕事とかだと150人っていうそこがあってはいけないものは映像で150人ぐらいいる映像を作っても多いということしか分からないっていうか何人か確か分かんないなっていな結局確認しないといけないしっていう数字の部分とかねなんかあの情報伝達にそこがあってはいけない部分っていうのが文字で残すのがいいんだろうなと思いますけどね日付数字金額とかさいつまでとか誰がやるとかその。 やっぱ仕事には文章いるのかもね、うん、かなりいやーこれはねうんちょっとでもね今今日思ったんですけど、うん、やっぱね自分がそういう特性だからといって、うん、ちょっと文章と向き合ってない気がした自分がやっぱ慣れた方を使うから、うん うん、ちょっと文章を書いてみて、はい、もっともっといっぱいね、はい、何か気づくことが未知の世界があるかもしれない。未知の世界はあるでしょうけど、うん、なんか苦行でもあるじゃないですか自分が使わない <苦行 S 1> 例えば僕が映像で試行するっていったらすごい難しい <laughs> 水中でとかさオリーブのとか,とかそんなの難しいから <laughs> なんか難しいことはわざわざやる必要があるのかなっていう気もするから。 どっちかと言ったら一文しっかり書けるところが重要なんじゃないですか確かに、うん、それいいですね長文は必要ないけど<ー>誰が何をどうしたとかってちゃんと文章で書くみたいな癖をつけるみたいなそれ学校でしてほしかったないや下でないです <laughs> 相当 <laughs> <laughs> 相当やってるでしょ多分義務教育とか多分<在>記憶が、うん、<laughs> それも全部映像化されてるれい <laughs> <laughs> 多分 こういう授業があったなっていう映像で残ってる <laughs>、うん。過去の授業全部映像に残ってる <laughs>。残念すぎ <laughs> でも動画コンテンツとかね、生成 AI とかでね、文章が苦手な人にもね、いるなんかその何か物を理解するあのなんだろう権利をこう広がったっていうか。うん。いい時代に生まれたいいいいと思いますね。本当にね。うん、ねまあでもさ、映像で受け取る人が増えたら映像作れた方がいい気もしませんか。 確かにうん、うん、でもまあ何て言うかな難しいよね日ょんさんのその映像でか、うん、受けた印象が別の映像として立ち上がるっていうのはちょっと一般的に言う映像が分かりやすいよねって話だと違うから確かに創作しちゃってるから受けた瞬間に、うん、あと、うん、人の映像を見せられて、うん、じゃあ理解するかって意外にそうじゃないんですよねだから例えばうんうん、うん 黄門ってあるじゃないですか。あれでこれが目に入らぬかって言われたときに、うん、それを意図は言葉で欲しいって思うかも。<laughs> ちょっと難しいこと言ってるぞ。るあっだからこう印籠バーンって出すじゃないですか。<う>映像で実際の映像で。そのときに<れ>ノンさんの頭の中に何が起こるんですか別の映像が立ち上がるんですかそれともはてなってなるんですかえ。それな何ってなる。なんか もう何も浮かんでこないのそのそのその印籠がボーンってそのまま。あ、映像としてある。出てくる。その印籠を出すことで、その。その水戸黄門がどえらい人だっていうことを示してるわけですよ。ああ。やばい、どえらい人が来た。これはちょっと、あの、こんなことしてられんっていうことです。すみませんでした。なるわけですけど。それが説明されてないから。そう、分からない。そういうこと。じゃ、これはどうですか。すみません。F. B. I. です。って出されたら。な、んの、なんの略。 ってなるねそういうこと警察ですと。警察警察ですです手帳出した。確かにおわりさんが浮かぶそれは。いやわりさんが浮かぶというかんで出したのとかって派手なってなるのかな。それうんそうね。本来あるべきその反応っていうのは、え、俺んか悪いことしたかなとか、なんか事件かなとかっていうちょっとまあ 自分とかその身の回りのことを心配するようなあ<ー>あの反応が結構正常ですよね、よどちかからか、ね、う,そう,そう警察官の反、うん、いや、それは威嚇ですかそれは出さなきゃいけないというルールですかそれは何かを説明してるんですか、うん、っていうのは確かに、に浮かびやすいじゃすぐに、あな何かやばいことあるかなって。っていう,う、ね、反応にはできないってこと<当>、うん、警察が絡む何かが発生した可能性が出てきたわけですね、この瞬間に。 ら何の文脈もないかったのに警察官が手帳を目の前で来て警察ですって言ってて言るわけそれは話をこれを出すってことを話を聞かなきゃいけないとか聞かせるのか分かんないけど例えば警察ですって出してそのまま素通りをしないですよね多分その人は何かコミュニケーションをしようとして最初のコンタクトとして警察ですって手帳を見せてるから警察としてあなたに今から聞きますけどもっていう何か前提がありますよねそれが何のことなのか分かんないけど。うん この辺で殺人が起こって確かにかちょっと警察だけど難しい宅急便ならわかるええ、あんまりわかんない全然わかんない <laughs> 多分警察いやわかんないはあの警察イージですよ、うん、めちゃくちゃわかりやすいと思うう宅急便ですはめちゃくちゃ経験あるじゃんはい,い,やい,やいや。経験の話か <laughs> そう,かそう警察は経験ないから,かいからその何の意図で出してるかっていうのが相当気になっちゃうかもいやでも確かに、うん、その ドラマとかで見る機会が多いけど、うん、それドラマとか一切見なくて、うん、いきなり初めて警察でしょで出されて警察ですってなった時された時にそういう反応ができるかはちょっとわかんないですよね<ー>いやほんとそう、うん、小学校の時もバリアって言われるじゃん、うん、<laughs> できてないじゃん <laughs> どういうこと <laughs> これは <laughs> … あれは難しいですよ。<laughs> その設定がだって彼らの中にあるからさ。<laughs> まあ、なんなら今3人でなんか遊び出て、僕がなんとかバリアとか言ったら、そのバ,バリアとはそもそも何なのか、<laughs> 何バリアなのか、なぜ発生したのかとかいっぱいさ、そのバリアはどうしたら解けるのかとか、なんかいろんなあるわけですよ。でも警察はさ、一応この<あ>法律はいろんなものが書かれてる。バリアと警察が一緒、私は。ここなるほど。うん。警察です。バリア。同じ <laughs> 一緒 <laughs> かなり近いけど <laughs> だったら結構辛いね、警察もだってさ、その子供たちがそのバリアっていうよりも説明しないからね、いきなり手帳出してさ、警察ですって言うから、ええ、だっなんだか前提ですよねみたいな、日本にこう,こう、ええ、掘り立て、こうでこうでこうでみたいな。ええという警察という組織のものですっていうのを出してますみたいなのを、その手帳を見せることで全部ショートカットしてるみたいない部そうよ。ええうーん 全部私にとってはそうですよ税務署ですって言われても何 <laughs> ですかってなるしうん、うん、税金関係のことかなってなんか質問があるのかなってならないなうーんそうね <laughs> 難しいねでも何ですかとは言うけどうん、うん、全然そのそこまでばっと浮かんでないみんなみたいにうーん あだからね威嚇されてるかどうかの確認な気もしました自己紹介に見えないそういう人達って警察の「何々です」「はじめまして」って言われたら「はじめまして」ってでも普通に言う <laughs> <laughs> それはそれで問題なんですけどね <laughs> <laughs> 警察ですって言われたら「えええええ,えっえっ?」てなるかもしれないあ わかるだろ？がわか。まあ確かに確かに。そうだと思う。うん、バリアもそうじゃないですか。うん、バリアわかるだろうああ？あれはあれはわかんないんですよ。あれはだから違うんですよ。事例としては。<laughs> <の> <laughs> 同じで並べてるけど、バリアと警察手帳違うんですよ。バリアは独自ルールだから。どこにも書かれてないし、はい、共有してないものを勝手に自分の中で押し付けてるルールをバリアを張ったことであなたはこのバリアを超えることはできませんよって一方的に引かれたラインだけど、警察は日本に住んでるとさ。 そのの範囲の中にいるからさ、うん、避けられないそう考えると確かに「警察です」「実はずっと前から好きでした」とかいう、うん、会話はありえないってことよね。ありえてもいいけどあるとその警察は捕まりません市民をものすごいねあの脅かしてますよね職権乱用してますよね。えー でも聞く限り結構「何々です」っていうのはなんかもしかしてそのある程度の権威がある人たちが言うのかな「うん、子供です」とか言わないもんね。文脈ショートカットしますねってやつだと思いますあ分かりやすい、うんうん、あ次からそれで理解しますあ何か文脈をカットしている人ってわ <laughs> かる <laughs> そしたらかなりあどう まあ他者理解とは難しいですね。難しいですね。あ、えー、何の話だった？文章書かなかったりなのかっていう話だったけど、<laughs> でも、うん、書かれてあることを無視してる人がいるってことわかりました。<laughs> どうですか？うん、えー、そのでも警察はあの確かに書かれてないですよ。本当？だってどこでその警察手帳を出したらあの。 少しし身構えましょうとかっていやいや「身構えましょう」じゃなくて、はい、警察官が犯罪者をこう捕まえるみたいなのは書かれてあるじゃん、はい、法律に。警察って何してんのとはならないじゃん。犯罪者をどうやらこう、うん、逮捕しに行く人たちだっのいうふ、うんうん、とかね<の>。それは分かってるんですけど、うん、それを文章で学んだことは多分ない。 文章で学んだことはな、学んだかどうかじゃなくて、はい、そ,のその権限があるということは、どこかに書かれてるから彼らにその権限が法的にあるわけじゃん。はい。っていうのは、それ書かれてるって言ってること。はいはいはい。あ<ー>それはそうです、ね。そう。はい、っていう人が来たってことは、なんか悪いことをした可能性があるってこは、その書かれてることに繋がってくるよね、みたいな、その権限に。うん,うん。だから、接続しない人がいるんだな、うん,うん。だから、文章で警察はこうでこうであるとかは、確かに読んでないんだけど、はい。 警察にはその明文化されてるよね、うん、そうそうそうそ,う、うん、それをまあ書かれてあるというす、ね <laughs> うん、でも警察手帳を持って警察,で警,察あの警察ですって言うのってそれは明文化されてないと思うんですよねそのような自己紹介の仕方は明文化されてないけど警察にそのような権限があることは明文化されてるから、はい、警察が来たということはここで分かるみたいな、はい、これは手帳はあくまで警察が来たという ことを自己紹介してるそれの書かてがいいか,かえどうかっていうのはドラマ的でもあるし実際にそうするかとかは知らないけどあのどちらかというと警察官であるみたいなことが重要だと思う方では。いやでも <laughs> 文章を読み読み解くと、うん、そういう明文化されてないものも理解が進むっていうこと そう文脈理解みたいになっていく気がする。うこの権限を持っている警察官が目の前に現れて身分を証明するものを見せ警察官であるということを私の前で証明したみたいになってくるとこの流れってもしかしたら何かみたいな予測が。 そこでつくのは文文章化化さされれててるるみみたたいな文脈うん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 。だからその,、うん、あの名文化されてない文章を読み解くのに文章を書く最初に戻りますけど文章を書く訓練がある程度必要、まあ、生きてくるっていうことにもなるんですかね。でもどうなんだろうね。もともと言葉記号的に処理してるみたいなのもあるかもしれない,、ね、いなんかその,絵描く例えばその動物を見てうん、うん まあ犬を見てその犬の,、まあその絵を描けるかどうかってやっぱりその絵を描く用の見方をしないといけないんですよ。文章を描くときも文章を描く時用の読み解き方をしないといけないからその解像度が全然違うと思うんですよね。うんうん、そういう意味で解像,度た解像度高く文章を読み解く訓練として実際に自分が あの文章を書いてみるっていうことが、ね、まあ人生のどっかで必要、まあ、学生時代で終わらせるのが一番ベストですけど学生時代にそういう経験をしておくっていうのが必要なんじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん、いかがでしょう、はい、いやそうだと思う。文章の を書くという訓練は一つの多分手段でしかなくて、うん、多分記号の記号の前後関係と記号の操作の話だと思うんですよ。うん、文章じゃなくてもできる可能性があるけど、文章がわかりやすいなって感じかな。うん、そうね。まあでも警察も文章をもうちょっとね、はい、警察ですっていう一言じゃなくて、はい、こんにちは。ちょっと近くに寄ったんですが、<laughs> 警察です。わ <laughs> かんない。その こんんにちはなんだどうやったら警察が来るんだっけあでも実際ドラマとかじゃなかったくて、ね、かつ緊急じゃなかったら、うん、コンコンって来てど,どんな感じなんだろう例えば来て手帳を見せて警察のことを証明しながら多分丁寧に言葉で説明すると思うんですよそうだよ、うん、実際は、うん、ね。で殺人事件がちょっとあったんで、うんうん、ちょっと聞き取りをしてるんですけど、うん、お時間5分ほどいただけませんでしょうかって多分言われると思うから、うん、でその証明としてこれをただ見せてるだけば免許証みたいなうんうん、うん。確かに、うん それとこうかなりセットになればいけるけどボンってきたら結構難しいっていうのはあるかもね。うん、だからーバーンって例えば手帳だけ出してみたいなのはちょっと暴力的ですよねうそ,そうね力を振りかざしてみたいなあとはもし違った場合にねやっぱり盲目的に信じない方がいい気もしたしね本当に警察ですかなんか怖い話でありますよね。うん うん、<laughs> 都市伝説系の <laughs> あいつは実は犯人だからねよくありますけどねそういうの <laughs> でも警察ですがこんなに <laughs> いやでもねその文章を読むことで、はい、あ文章を書いたり読んだりっていうことを癖づけることでその前後関係とか主語述語とかそういう文脈理解みたいなのはもしかしたら。 訓練されるかもしれんけど、うん、この映像系で浮かぶ私からすると、結構確かに。むずい訓練だなっていうのは、今日思いましたね。社会が悪いと思いますよね。映像を。作ったら、そんなことない。<laughs> ノさんの世界が外となってない。から,から <laughs> 実際、うちの会社、あれですもんね。絵のマークばっかりですもんね。ああ、あのいろんなものが。文章化されないみたいなやつある。ね、イラスト。イラストって、イラスト。あ、でも、それで言うと、その。そ 自分があこれは役に立ったなって思うのは、うん、あの大学の時に書いたあのレポートとか論文はすごい役に立ったと思うんですけど、うん、小中学校の時の作文って、うん、あれ全く役に立ってないというかそのいい文章,文章を正確に読み解くっていうところでいうとあれは分からんけど。うん、その 読み解くととかかよりも表現力ななんじゃない自分が感じたことをどう表現するかみたいなそれをまあ文章に限定する必要あるか問題はあるんだけど、はい、まあ文章で表現力をこうやし養うみたいな課題知らんけど <laughs> 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 あれこそ何の意味があるのか今までった読み書きがメインみたいなのとか、はい、学校の課題もそうやって。 書くんだけどもしかしたらスマホでさ動画で撮って提出とかでもありえるかもしれないそうね確かに今日の日記をショート動画でねそうそうそう十本あげるでもいいね3分間で喋って三分以上喋ってその動画を提出してくださいとかもあり得るかもしれないねそうね家族新聞とか私作ってたけどあれも動画でいいかもねお父さんは今日はどちらに行かれるんですかとかインタビューしてその 家族紹介動画とかを作った方が今っぽいかもね。昔はほら。ねえねえでもそれをね、うん、30何人分見る先生の気持ち。<laughs> うん。文章で書いてほしい。 やっぱり効率がね。さすがにしんどすぎるね。だって原稿用紙のさ、ここのようの、この「O は2ですってやりたいけど、うん、動画だったら3分の33秒のこのい <laughs> 言葉はこういう意味で書くの大変みたいな,な。<laughs> 確かに。うん、あとさ、そう考えると、管理する側の都合なんじゃない文字い確かに。うん、表現する方は関係ないじゃん。えー、そう。うん、管理する側が、やっぱ文章の方がいいんだよ。うん そうだと思う、ぎ落としてね、必要な部分だけを保存してるみたいな感じなんだけど。ということです。ちょっといろいろ、いろんなところに飛んだけど。面白かったね。面白かったですね。あ、面白かった。まだまだ話しがいのあるテーマですね。そうね、すごい時間が。うん。過去最大。うん、そうですね。最後まで聞いていただき、ありがとうございます。最後に、番組からお願いとお知らせです。お聞きのポッドキャストアプリで。 討論カフェを番組フォローしていただけると番組更新のモチベーションになります。ぜひお願いします。また、X でハッシュタグ、討論カフェをつけて番組の感想や質問をポストしていただけると嬉しいです。人に見られるのは苦手という方は概要欄にあるフォームからお便りをお待ちしています。そして討論カフェは毎月イベントを開催しています。番組で話したようなテーマや雰囲気での対話を実際にお楽しみいただければです。 参加費無料ですのでぜひお気軽にご参加ください詳しくは概要欄のリンクをクリックしてご確認くださいぜひ一緒に価値観の交換をしましょうそれではまた来週